来ちゃいました、ジャパニーズモーター。これは田辺さんの荷物ですね。渡辺さんが今日見晴らし、絵面も見晴らし、いいなぁ。花小屋です。花小屋、絵面も1ヶ月間もうちょうど1ヶ月ぐらいしょったんで、体はもう完璧だということで、80キロくらいの荷物を背負って今日何入ってるいや俺が聞きたいわ。鉛でも詰まってる見た感じはね、見た感じリアル40キロだな。正解は34です。34キロだ。これが7キロ6キロだからで12キロ。あ、なるほどね。そんなない。この間もなんかお客さんにちょっとやりたいっすよねって言われて。言われたの？言われたお客さんが僕がしたいですって。これ何ですかって言われて、うん、これであの山小屋までしょってくんですよって、うん、ちょっとやってみたいんすよねって言って。軽いなぁ。怪しいなぁ。いやいやいや。まずこれを、これ何ですかって言ってる時点で、それ知らないのかと思って。わかんないけどね。でもやりたいなって思う人がいるわけだね。いたへぇー。やってほしいなぁ、うん。俺的には。これやらないとわからないから。ね、この仕事に関してはね、やらないとわからないと思うんで。あるからね、まあ、どの仕事もそうかもしれませんけど。まあね、うん、そのそっからは自分で判断だもんね。そうそうそう、やるかやらないかは。わかんないじゃん。いや、わかんないよ。こんなクソきつい仕事さ、うん、入ってなんか1週間ぐらいで無理だってなって、うん、そっから半年続かないもんね。そうだよね。そこで、あ、これやりたいかもとか、あ、これこういうのが面白いかもとか、何かしら自分の好きとか面白さを見つけないと続けられないもんね。そうそう、お試し効果とかも全然いいと思うんだよね。ねえ、うん、お、絵面はお試し僕がウェルカムだらしいです。あくまでも個人の意見で。いや、いいと思う、いいと思う。いい、俺もあれだもん、だって18の時とかで山小屋、うん、山の花で働いてる時に、僕、う、が、ん、したいですって言って、僕がやってみて、あ、面白いじゃんって、やっぱりやってみて思ったからね。ね、そうだよね。これやらずにね、いきなりこの僕の仕事世界に入ったわけじゃなくて、うん、こう40キロとか、うん、1ヶ月に1回2回とかやらせてもらって、うん、青瀬歩けんのめっちゃいいなとか、ね、そういうのから入ったからね、やっぱりこうお試しぼっかというか、うん、経験できますっていう枠もあった方が、いや、いいと思う、やっぱいいよね、うん、まあそれでね、あ、ちょっと無理かもしれませんっていうのがみんながほとんどだったら困るけど、10人来て10人がちょっとやってみたけどこれはできませんわ俺みたいな、なくはない、ね、それ頑張って俺たち10人に伝えたのに、あ、それでもダメかっつって、わかんないけどね。それもやってみなきゃわかんないもんね。そうだよね。実際40、50ならいけると思うしね。まあね、うん、だって普通に大勢に来るお客さんで20キロ、うん、30キロとかしょえる人たちは絶対来てるわけだから、うん、お客様もみんな強いし、ね、歩ける人たちがね、うん、だからそれで40、50までぐらいやったら別に ね、いいと思うよ。うん、全然ね、うん、このね、やっぱ70、80からだからね、やばいのそうね、うん、足痛いってなるし、そうそうそう、そっからだからね体調悪くなるしね。うん、それはいずれだけだけどね。あ、そう体調悪くなるのは。いや、でも今年はもう体調悪くなくいきたいなっていう、うん、で去年はいずれ体調悪くなったからさ、うん、それはもう反省点でしょ去年の課題でしょ今年の、ね、今年は今年こそは怪我なく体調崩す。そうだよね。でも去年の目標さ、俺 YouTube で見たんだよ、絵面、1年目の絵面、うん、目標なんですかって、怪我をしない。車乗ってる時ね。そう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 。うん、あの怪我をしないで、結局怪我しなかったもんね。うん、怪我はしなかったよね。あ、でも肉離れはあったよ。あ、肉離れしたんだっけ。怪我してんだ。あんま言わなかったけど。あんま言わなかったんだ。言えよ。6月ぐらいやってた。あ、そうだったんだ。しかも6月でやってたんだ。全然最初の方。まあ怪我というか痛めるよな。痛める痛める。怪我というかね、痛めるよね。痛める。てか、うん、痛くなるところはあるよね。どっかしら、うん、それはあるよね。歩けるぐらいならまだいいからね。そうだね、うん、確かにもう歩けませんとかいう怪我ではないもんね、別にね。歩けなくなってから怪我だと。なるほどね。で、今年の目標は今年、うん、去年は怪我をしないって言ってました、うん、今年の目標、うん、お客さんに愛想よくする。愛想わー、これ厳しそうだな。なんか愛想を良くするとか言ってる時点でもうなんかなんか偽りの自分みたいな。わかんない、でもいいんじゃないの、愛想を良くするっていうのでテーマだったらそれはそれでいいんじゃないの。目標
けど。いやでもできないことは言わない方がいいよ。いや無理な目標言わない方がいい。なんか絵面、はい、今年の僕の目標、お客さんに愛想を良くするっていう。どう思います？愛想を良くするってこの表現。そうね、だからあれ難しいんだよね。だってあの俺とかもさ、そうだけど苦しい時は無理じゃん。はい、その時にももちろんこう頑張って笑顔を作りたい気持ちもあるけど、でもやっぱり苦しい方が勝っちゃうと、もうなんかこうやってやっぱいっちゃうわけで。いや本当にそんな、なんか無理はしないでほしい俺は。やれる範囲でだと思うよ。俺も別に愛想を良くしてるわけじゃないからね。素だもんな。すごいと思うよ。そう。なんだろう、だからそこ難しいけどね。だから愛想のデビューぐらいにしかしょうがないっつうのもなんかおかしいな。おかしいですね。その本末転倒な。確かに確かに。そのね、愛想を良くするから一番勝っちゃってるからね。今年の目標、愛想を良くするから、僕愛想を良くするキロ数って65キロくらいまでなんですよね、とかあったら。60とかで。そうそう。お前って、もうな、ボッカボッカなのか愛想マンなのかどっちなのかみたいな。そうなのよ。ただあの話しかけられたい、あの話しかけられたくて楽しく勝利たいボッカなのか。本当っすよ。何のためにやってそう、何のためにボッカやってんだって話になる。いやー本当本当。YouTube 最初やってる時には俺本当に何のために何やってるのか全くわからない時もあったもん。あうん。軽い冗談で言ったらすげえ。軽い冗談で言ったらすげえ。軽い冗談だったの。すげえ厳しい反応が。真面目な反応だ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだね。これが、これことが冗談だったのにね。あ、俺冗談。言っただけなのに。絵面のボケだったんだ、あれ。わ、わかりにくい。いや、わかりにくい。絵面、今年の目標はっつったら、お客さんに愛想を良くするって。え、そう、配送とかって、真面目な話。でもちょっとあの、面白かったのがね、愛想よくすったんだけど、あの、石高くんとあの、絵面が二人、雨の日帰ってきて、はい。で、あの、雨やみますかねって石高くんに話したら、はい。石高くんはそんなの知らんって言ってたって言っちゃったら、はい。その後、絵面がくっついてたら、はい。なんか、いや、感じの悪いぼっかさんって、なんか絵面にまで言わず、その同じ。絵面が感じの悪いぼっかさん、絵面にまで火が来た。俺そんなこと思ってないのに、みたいな。分かんない。俺だったらちゃんとそこで愛せるか、あの、いや、あいつやりますかねってあの、石高さんと同じ場所に行ったってだけで、俺までその、愛想悪い判定からって。だけど、あの、石高さんのああいう感じって別に普通じゃん。普通、普通。あの、別にそんな知らんって、なんか、関西のノリじゃないけどさ、はい、そういう感じのノリなんだけど、そうっすね。ちょっとなんかね、その、向こうの受け取り方によって、うん、相手の受け取り方にもよりますね。そうなっちゃうと、ちょっと面白くて。しかもそうね、とばっちり受けたやつがね。はい、とばっちり受けた人でした。あ、とばっちり受けた顔してました。面白かったね。でも帰りくらいはまあ別にあれだよね。まあまあ、できるよね。でもなんか普通になんか面倒くさくなければいいっすよね、なんか。なんか、去年いたんだけど、やっぱ面倒くさい時さんいるなと思って。そう、そういう、ほら、わかるわ。なんか、なんか俺たちも別に普通に話してくれる分には普通に返せるし、でもなんかこの YouTube で俺が多分こう、まあ、ふざけているのか、楽しがってるのかわかんないけど、なんか、俺の YouTube のノリとかで、行くのは俺ちょっと違うんじゃないかなと思ってて。たまにだから、そう、あの、それこそ1年目ぐらいにずっと60、60言ってたろ。そう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 。渡辺さん、どうせ60ですよね、みたいな。そうそう。何キロですかって言ったら俺が60って答えなきゃダメじゃないけど。ああ、そういう風になっちゃうみたいなね。そんなのよくないと思うんですよ、俺。渡辺さん、根に持ってるから。なるほどね。渡辺さん、根に持ってました。はい、なんか本気でこうやって頑張ってちゃってる時に、はい、なかなかやっぱ、ね、そうっすよね。いやいや、今日は70です、今日80ですとか普通に言っちゃうと、いやそうじゃないみたいな。そうじゃない。あ、求めてることが違ったのがあるんですね。そこは普通に60って答えてほしかったみたいな。なるほどね。でも俺たち芸人とか笑いとかじゃないですもんね。それはちょっとあの、これからのジャパニーズポッター見てくれてる人も、今まで見てくれてる人も、そうですね。そのこっちもね、そういう条件でたまたま良ければね、そういう。そうだ、それこそ知ってるお客さんとかで、知ってる人たちで、ね、ふざけ合いの中でね、なんか分かることはあるけど、初対面で分かんない方にね、振られても分かんないから。しかも、やっぱ結構真面目にしょってる時って、もうそんな頭ないじゃん、そんなこと。いや、ないですよ。不意にだって誰が後ろから来たのか分かんないですもん。分かんないね。はい。で、普通にやっぱ答えちゃうから、はい。大体70、80ですかね。はい。いや、これが普通なんで。あの、俺たち別に YouTube こうやって、俺は送ってますけど、あの、普通なんで。それとね、なんだろう、
そのテレビの世界だと音の世界じゃないけど、そうですね、ちょっとそこはね、そこら辺はねあれなんですよ、はい、でもなんか普通に話してる中で面白い話になったりとかね、深い話になったりとかは全然あると思うから、話しかけてくるのは別に全く問題なくて、うん、その時に普通に話せれば普通に答える。そうですね、俺たちに何を求めないでほしいですね。そう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 、はい、芸人じゃないからね。まあこれ芸人みたいな顔してますけど。知ってる？この足の振り方。これなんですか、このソファーみたいにここを使う絵面。去年もあったんですよ、ここの感情、ソファーみたいにこう使う。ちょうどいいんだ。ちょうどいいんだね。はい。絵面のソファー。ぜひここ、聖地巡礼でね、皆さんこういう感じで座ってください。はい。いっぱい写真待ってます。自分だけスパイク履いてな。本当だよ、今、なんか今日。渡辺さんは今日、それは別にいいですよ、それはいい、アルトロのシューズ、俺も今日シューズで来たんですけど、ちょっと滑る感じです、今日寒いです、めちゃめちゃ寒い。俺は今日40キロくらい渋酸素行くんで、渋酸素40キロくらい行きます。今日初のボッカです。お、絵面が飛び立った、ツバメも飛び立った。あ、踊っちゃうよ、踊っちゃうよ、踊っちゃう。そんなことやってるから多分オーライだと思われちゃうんですよ。渡辺さんも40キロ今日、俺も今日ジャスト40くらいです。本当、伊豆も多分38だから、そんなもんすよね。いや、なんかまた始まったって感じですよ。でも少し楽しみなんかな。でも天気良かったな、昨日あの二人またあんな大雨の日に。そうですね、なあ、ちょっとかわいそうだったけど、石坂さん東電小屋だって、うん、今東電小屋橋がついてないんですよ。あ、そうそうそうそ う, そう、あの雨で橋がついてなくて、うん、あっちから行っちゃったの、どっち行ったんだろう。あ、普通にいつも通りの道に行きましたよ。下の降りはさすがに怖いよね。怖いですよね、なんか都市の公約。はい、早速絵面愛想よくしてますね。ずっとしゃ、あんまなかなかないですよね、絵面がお客さんと喋りながら歩くっていうの、あんまないですよね。渡辺さん、虫キングもやっぱすごいっすね。すごい、畑野くんはもうポテンシャルすごいよ。あと八重丸屋、うん、っていう屋号で、うん、今年から自分の屋号を持って、うん、YouTube？ いや YouTube じゃなくて、うん、仕事だったりしてる、ね、してるんですよ、その虫の、ね、うん、本当に好きでやってるよね。本当に好きでやってる、うん、すごい。いろんな、めちゃめちゃ、ちょっと話しただけでもやっぱすげえ詳しいしな、実際。ちょっとあれですよ、絵面も影響されてますよ。あ、ほんと？あ、いい意味で、だから。あ、いい意味で。こう、叩き上げてないけど。僕のポテンシャルもなかなかの感じだけど、ね。あ、ほんとっすか？いや、全然。俺まだ虫キングが背負ってるとこ見たことないんですよ。めっちゃ余裕。余裕？余裕ですね。体格もいいし。体格いいっすよね。うん。背負ってる、今はもう、ここも50ぐらい全然普通に。あ、50ぐらい全然。でもなんか自分の中では、体がちょっと、なんか定まってないらしくて、うん、腹触ったらしいですよ。あ、そうなんだ。はい。あ、でもいいじゃん。そのメンテナンスっていう意味で。偉いな。でもその最初から腹触ったとこ行けるのは偉いよ。そうっすよね。大体は痛くなってからですからね。そうそう。そうなんだよ。痛くなってからだから、うん、その前にやっぱ、で、しかも、体が、その、体の使い方とか全部教えてくれるからね。はい、もう本当最初にやっぱり基本の木を教えてもらいますもんね。頭のお客さんがさっき滑って、うん、なんか頭打ってちょっと軽くのシンクを落としてるんだけど、メガネ落としちゃったらしくて、うん、今探してるんだって。ああ、何、俺たちでも探せってこと？まあ、見つけたら。ああ、オッケーオッケー。見つけたら教えてください。どこで、どっから、ここら辺？どこで転んだかも、なんかあんま覚えてないって言ってます。軽く手が触れてるらしい。むしろ、お客さんの安全第一で、まず登って、ゆっくり休んでくれたらいいね。あ、よかった。あった！ありました、本当に。よかった。むしろ平気ですか？その、自分の体っていうか。とりあえずメイクですね。いや怖いよ、でもすげえ滑りそう。絵面、愛想よくしてたね。
あれは愛想とかじゃないいや渡辺さんが、うん、あさすがあいつ愛想よくしてんじゃんとかって言ってめっちゃ面白って思って愛想じゃねえし、はい、人助けだったんだ。なるほどね、人助けやったんだね。なるほどね、愛想じゃないっすよ、あれ愛想よくしてんだってねえ、めっちゃ愛想よくしてるって。そんな、そんな話さないっすよしょってんのに。早速かよって、そう俺も早速かっていう、面白って思って。でも怖いねマジでこの濡れ方、超滑りそうっすね。いや絵面はスパイクだからいいよ、俺ら靴だから。まだ乾いてないっすね。ああでもなんかしょってて思うけど、石高さんの春菜さんがでかいわ。あれはだいぶだいぶトレーニングになったら。いやだいぶトレーニングになりました。なるよな、すごいいい。しかもあれ登りだから痛めないしね。そうっすね、あれ下りだとちょっと足やっちゃうけど、下りだと足が多分、そうなんだよ、ふくらはぎ太ももの方とか膝とか。登りぼっかはさ体力つくから本当に浮いてんじゃないんだよな。いいっすね、しょいづらいもんばっかりでした。でも渡辺さんガイド今年結構するんですか。だって水場所シーズンが一番ガイド多くないですか。そうなんで、だから一応その時にガイドが来たら、はい、ガイドを優先するけどって、はい、そう言っては置いたけど。そうっすよね、うん、ちょうどだって本当に水場所の時期だもんね。個人でも別にガイドは受けたまってるんですか。うん、今んとこね。うん、なんかそう、ケイスケあんま仕事来てないようなこと言ってたけど、ね、あ、そうなんだ。去年ほどではないようなこと言ってた。なんかカモシカのお蕎麦屋さんも、うん、水場所のシーズンだよねもうみたいな、うん、お客さんどうなのって言ってて、うん、そんなまだ動きないよねみたいな。やっぱ去年はほらやっぱこんなあれだから、はい、ガッてなったけど、はい、今年はなんかやっぱりガッとはなってないですか。そう、1年空いちゃったから、はい、なんかもっと分散するか。ああ、なるほど。怖いな、こっから。ね、ここ平気なのかな、今年は。ここ平気なのかな。わ、平気だ。あ、でも、まだ揺れてるは揺れてるんだ。今シーズンもこうやって始まりました。大勢の牧歌。ジャパニーズポーターとして、こうやって、荷物を運びながら動画撮影をして、大勢の情報だったり、なんだろうな、その人それぞれのこう人生だったり、そういうのをこう届けたいなって思っていて、ジャパニーズポーターもね、まあ、自分がこう YouTube を始めたりとか、健三が撮ってくれるとか、そんな形でね2022年から始まって、で去年はね自分だけが撮影をする、たまにこう五十嵐さんが撮影をしてくれたりとか、あと石坂さんがね撮ってくれたりとか、そんな感じで編集して YouTube 動画を送ってたんですけど、まあ、今年はね自分もこうやって撮影してるし、あとは五十嵐さんもね個人で五十嵐さんなりの視点で自然を届けるっていうことをやっていくし、あと自分の奥さんであるゆゆがね、山のお土産開発、商品開発だったりをしたりとか、ゆゆはゆゆで鍼灸マッサージやったり、ワハーブのね、アロマだったり、コスメ商品とかもね、作ったりとかして、幅広い分野で活動している方で、あとはこう、虫キングに関しては、虫が、もう甲虫類がすごいこう詳しい子で、で自分でねこう個人事業主として今年から虫の調査だったり、いろんなところをねこうお仕事をしたいっていうところで、活動の幅を広げたいっていうところで、ジャパニーズポーターにもこう参加したいですっていうふうに言ってくれたりとかして、虫キングもね虫キングなりの視点で映像を届けてくれるし、あとは建造はね建造で牧歌だけではないところ、牧歌さんからこうね YouTube っていうのを始めていったけど、海外に行ったりとかして、建造は建造でやりたいことをこう真っ当にやってるって感じなんで、またレベルアップした
ジャパニーズポーターをね、2024年から送れることを大変嬉しく思います。今シーズンどんな溶岩になるのかもう全然わかりませんけど、でも今日もね、絵面とか渡辺さんがこう動画撮らせてもらってるたりとか、まあいろいろなこういう風なね、みんなの協力があって今年もこうやってできるのかなって思ってます。なんか体温も上がってきて、太陽もあったかいなって感じですね、こういう日向は。いや、なんか大勢のね、香りがしてきました。なんか柑橘っぽい甘い香りがしてきて、なんか大勢来たなって感じですね。毎年言ってますけど、本当この時期体をちゃんと作っていく、そんなタイミングです。ちょっと右膝痛いですもん、もう。本当にね、重心バランスしっかりと考えながらね、体を作っていこうと思っています。よいしょ、今日は初めての休み。あ、エスラと渡辺さんも来てる。あ、行く？あ、大丈夫。え？顔が。いや、今日初休みだから。あーみたいな。こう血が。初？うん。初座りか。初座り。なんか血がドクンって。いや、目が半目だったからさ。あと眠さでね。やっぱり。今年も睡眠不足は健在やわ。また眠さで。もう始まったことないよ。なんかやっぱ朝は5時の。やっぱ起きるとか早いよね。早いっすよね。あ、全然いいっすよ。はい、はい、はい。ありがとうございます。頑張ってください。素敵素敵。ぜひ自分たちも YouTube やってるので、よかったら見てみてください。ジャパニーズポーターでやってます。ジャパニーズポーター。はい。もう3年間くらいやってるんで。見てくれ、あ、見てました、ありがとうございます。今日初のボッカです、俺は。ありがとうございます。こんにちは。撮れました、いい写真。ありがとうございます。いや、肩甲骨が、まさかの今なんか半々ぐらいである。え、湘南行ったりこっち行ったり。もうね、土日はほとんど湘南っす。あっちでね、ちっちゃかったじゃん。ちっちゃかった。で、じゃあ俺が。鹿からも見れないし、あの、人からも見えなかったですね。みんな熊の罠じゃないかって言ってるんで、ちょっと食性保護策って今。なるほど。そうっすよね、熊の罠に見える。熊だって飼ってるじゃねえか、これ。お疲れ様です。お父さんがね、へぇ。じゃあ出すわ、つってやってくれた。マジっすか。すごいよね。太っ腹じゃないですか、うん、去年なんかあまりにもしょぼかったじゃん、はい、あの辺の棒立てて、はい、みんな白いなんかあのね、不織布みたいなのくるくるたたまってたけど、はい、であれじゃダメだろうって言って文句言ったら、はい、お金がないんですって言われたらしくて、はい、じゃ あ俺が出すよって、ね、すごい、あのクラウドファンディングと同じ流れじゃないですか。でもと思ってなんかそのね、管理者だったり関係者で頼むよって言ってもお金がないんです、じゃあ出すよ、面白っ。いや、俺やってるよって言って、さすがだねっつって、で、あの柵を作って白根葵をじゃあ、そうそうそう、保護するって感じですか。そうまあそこしかな、うん、こうやって見れるところっていうかな、簡単に見れるところないですからね。で、去年は去年で全然見えなかったから、こう覗き込んで、そうなんですよ、周りが荒れちゃったからさ。そう、あれみんなだから、あの周りだいぶ荒れたからね、逆に。そうっすね、踏み固められちゃって、あれ鹿からも見えないし人間からも見えなくして、そうそうそう、覗き込まないとダメで、結局木道から降りてみたいな。そうそうそう、結局ね、そうそう、よくあのなんかいいこと全然なかったから、いいこと全然なかった。そうそうそう、あ、じゃあ尾瀬もこうやって変わりつつあるんですね。そうそうそうですよ。へえ、ここから道が新しいっすね。あとあっちの絡まってるところもすごい良くなった。いやー、いいっすね。なんかやっぱ綺麗だと気持ちいいっすね。
とかもそんな気にしなくていいし。そうっすね。やりやすいよね。ここは2023年で直されてるから、じゃあ2033年まではこの状態、まあいいかなって感じかな。どうなんでしょう。ちゃんとこの土台もあるから。いやちょっとこうやって休めやすいしね。本当っすね。いやでもここでかいっすよ。結構ここぬるぬるだったっすよね。広かった。広かったっすよね。真ん中のところもね、ベンチじゃないけど、はい、あれもちゃんと綺麗にしてくれたし。おお。そう、渡辺さんそこ好きっすもんね。ね、しかもあのなんかだいぶ高くなって。ちょうどよく買ってきたんですか。ちょうどよく買ってきたよ。うん、へえ。ね、実際にこう迷惑にならないように。ここだけでしょ。でここ気遣ってな。はい、ここ。もう気遣えるところは気遣わないといけないですもんね。そうそうそう、ないときはしょうがないけど、ないときはしょうがない、しょうがない、ね、確かにね、ところは使ってやって、やっぱここお客さんがねこうちょっと先どうぞとかっていうのもできるっすからね。そうそうそう、ここの大事なんだよ、この一本があるだけで大変、全然違いますよね、すれ違いが違うから。お、天満出現だ。あ、今一番いいよね、今週ぐらいが多分水橋一番いいんだろうな。今週くらいが、うん、もうあとだって今日のやつ、今出てるのどうかね、霜でやられなきゃいけないけど、今週ずっと朝は天気いいんだよね。そこだけっすね。おぉ。あ、でも思ったよりか綺麗。綺麗だよ。ちょっとやられてるやつはいるっすね。あ、でもこれから出てるやつも。あ、これとか綺麗だな。なんか、うん、真ん中の黄色い部分が、うん、まだちょっと若い、こう、緑色の色やつのやつ。はいはいはい、それが俺は好き。まだその本当にあった、これとかそうじゃない、これなんか今のやついいよね。今のやついいっすよね、うん、ここ突き出したくらいのちっちゃいやつが好きだな俺は。今もうこの前あそこ日本円か、はい、日本円もだいぶ出てたからね。本当にあのロッチの前と日本円がな今一番いいから。霜の大堀はこの前の霜で結構やられちゃったらしいっすね、うん。あともうあそこはやっぱどうしても先に咲くから順番的にはいけない。そうっすよね。めちゃめちゃ咲いてる。いやめっちゃ咲いてますよ。今週20日前ぐらいに、うん、今週土日とか来週土日とか、うん、人が多くないとな、ねえ、大勢も大変ですよね。霜が多くなければ多分このままいいんじゃない、この霜の水場所は。そうっすよね。あ、そうなんですね。てか俺シーズンインの時にこんだけ水差しが出てるのでも、うん、本当なかなかないかもしれないです。だって本当はここまで雪だよ。そうっすよね。おととしからだったら完全にまだこの時期雪だよ。雪でしたね、うん、雪の上まだ歩いてたと思う。1ヶ月はだから完全に早いかな。1ヶ月以上早いかもな。あれでしたもん、そのこの時期の、うん、その一昨年か、一昨年のこの時期だったら、うん、あのなんだっけ、木道完成みたいな、はい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 、もう行けませんこの先、はいはいはい、お手ヶ原みたいな、はいはいはい、あれそう、あんな時のタイミングですよ。昨日ぐらいの雨が必ず降るから、そう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 、ああいう時にそうそうそう、あの昨日の雨か、昨日の雨で例年の雪だったらあれだったっすよ。もう行けなかった、行けないぐらいだったね。石坂さん東電が言ってますけど、昨日は、うん、そっから行けなかった、絶対行けなかったっすよ、うん、し東電も多分水出たろうね。いやでしょうね、うん、あの必ずこの時期にあるあるのあの雨なんだけど、はい、今年はだからもうそれがないよね。ないっすね。普通ただの雨、はい、雪を溶かしたただの雨でした。まあ、去年ずっとここやってましたもんね、木道。ここ悪かったっすよ。橋が悪いからその辺で転んだんだもんね。めっちゃ道が悪いけどね。え、橋が曲がってんじゃん。曲がってますね。曲がってる、転んだのがその辺で、だから転んで、まあ、あの折れちゃったんだよ、ね、あ、そうなんすか。何年か前だけど、へぇ、島かなんか置いててくるっと滑って、でそんなに荷物つけてない時だったから、はい、先に橋も当たって、ああ、折れてる。なるほど。ここで曲がったんだよ、渡辺さん。
クワガタのハサミじゃないけど、本当なんかちょっと悲しいよね、片っぽ取れちゃったんですけど。いや悲しいですよ、俺も片方折れてますから。本当にこの辺だな、この辺すんげえ悪かったんだよ。いや悪いっすよここ。よかったよね、全然違うわ。で結構ここでも治ったことによって、うん、東京電力が管理している木道、うん、こっち側のエリアだったら結構全部いいっすよね。いやいいね、ここからほとんどだってもうあの川上の橋くらいまで。そう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 、はい、もうずっとこの新しいやつ で今川上の橋渡ったところも綺麗になってて、そうっすね、前くらいまで。そう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 、だから多分もうなあれだよね、あとあそこ、あとどうなんだ、あの天満の前後とかどこなんだろう。あそこが良くなったら。でも今度は天満の奥手前のいいんかな、 あれですよね、あのしかそれこそ平根青鬼のさっきの酒 のあそこやったらもう完璧だね。完璧っすよね。あそこもだからどこなんだろうねと思って、そうあそこだね一応まずね。あそこも東京電力ですよね。だったらもう今年はさすがにあれじゃん、多分その多分続きっすよ。だよね、そこ直ったらもうここで怖いところはあんまなくなってくる。で三平峠も今年良くなるでしょ。三平峠頼むよ。そうしたら牧歌の歩く道のところで、そう、ね、悪いところ、悪いところはあの見晴らし、先な竜宮からの見晴らしの環境省さんのとこですね。まず環境省っつうのは頼むよ、頼むよ、本当にあそこ環境省っつうのは頼むよ。あれだから本当に何回かあの餌とかも話すけど、まず買った方だけでいいんだよなまずね、まあ、で両方から直そうとするからね。そうすれば倍増えてるわけじゃん。そうなんですよ。まず両方じゃなくていいんだよね、片っぽだけでも。しかもあそこってそんな渋滞もしないから。確かに片っぽだけやってもそれで何かってお客さんと何かなるかったらなんほとんどなんないな。別にね、大渋滞なんて見たことないな。そうそうそう、別にそうだよ、悪い方に避けて先行ってくださいとかっていうのもできますしね。さっきの3本ベンチみたいな、そんなあのお互いその譲んないとかそんなこともないし、ね、そうなの。それで例えばな、半分の後期で片っぽだけはできるわけだし。確かに。で残り半分またやりきればいいんだから、あと思うけどあれとか譲ってないんだろう。そうなんですよ、環境省さんなんでね何が何でも両方です何が何でも両方です。ちゃんときっちり環境省は両方です。まーずまーず、現場の意見はなかなか取りませんね。だって竜宮小屋の先のあの階あの橋か、あ 橋、ね、橋だったらそこ環境省が管理してる橋でしょ。橋も見事に曲がってるしな。本当っすよ、何億かかったと思ったんですか、あの橋。あれも散々ダメだよって言われてたのに大丈夫ですって言って終わっちゃったんだしな、結局なんか。まあそれは多分建築業者の人が大丈夫ですって言ったから、環境省が大丈夫ですって言ってて、言ったら絶対ダメですよって俺たち言ってたけどなダメになって、2年でダメになってほらーっつって。いやーひどいよね、これはちょっとひどい。逆に危ないもんな。逆に危ないですよ今日今シーズンまだ行ってないんで俺見晴らし、これから渡辺さんは分かると思うんですけど、どう思ってんだろうなっていう。いや多分あのままでしょ。あのままですか、あのまま曲がった曲がったままだと思う。直しようがないしね、へそ曲がり橋。直したところでは必ずまた同じ構造だったんです、雪積もったらまたガッて、まあ、曲げられちゃうし。本当ですよ、石高さんがねな冬にねわざわざ脚立を運んだりとかいろいろやつとか、はい、このエリアですよ。この前取りに来てたのはいつだろうね、この形のなんか取りに来てたの。あ、雪の深さかなんか、あ、違うのか、なんかカメラ測定カメラを、そうなんだ、回収するのと設置するのかなで行ったんだ。はい、そんな感じで行ってましたよ。冬富士見峠からね、まあ、戸倉から富士見まで歩いて、富士見から長沢かな。よく行ったよな、でもしかもあの壺橋から歩きだもんね。そう、あのスネとかスキーとかじゃないから。そうっすよ、壺橋、まあ、スノーシューハイクで一日行ってテント泊テント泊してそこネタとかでしたもんね。はい、あ気
結構命かかってますよね。なかなかね、そうね、よくその仕事もなかなかだよね。いや、なかなかっすよ。だ山知ってるから行けるけど、はい、ただそれ全く関係ない大勢じゃないところでそれやってくれとか言われたらいいや。いやー、大変だよね。怖いっすよ。何を準備していいか分かんないから、いろいろ準備するとまた重くなるし。そう、重くなるし。本当そうだ。そうだ。しかも竜小屋使えるわけでもないしな。そうですね。竜小屋使えるね、冬小屋使えたら楽ですけどね。テントも持っていったってことですもんね。荷物重くなっちゃって、しかもその脚立も担いでたってそうな。はい。やめとこだね。それがまあ牧歌隊のやっぱ社長や。そうですね。まあなかなか偉いよな、すげえ。はい。パワーが。いや、もう何が何でも運んでいくんだっていう。運んでいくんだっていうね。そうなんだよね。石垣はそういうとこあるから。そうだね、基本ボッカ好きなんだよね。そうですね。そういうところだ、ね、まあボッカ好きじゃなきゃボッカ隊、株式会社ボッカ隊作れないですよ。そうだよな。渡辺さん、ボッカ隊とか自分で作ろうとか思ったことなかったんですか？あんまなかった。そう、自分でやるんだったらやっぱちょっとあれじゃないけど、やっぱそうだな、でもなんかあんま考えてなかったな。へえ。別にやってればいいなって。独立で確かにね、それこそ自由に一人で言ってもちょっと考えたけど、あそれだってな。ということで D2 じゃないけどね。あ、はいはい、俺のおじいちゃんみたいに、ね、どっかの小屋もそれは今小屋専属でってみたいな。そこしか行けないしね。そうですね。このホンダボッカーのいいところは、そうそうそう、いろんな山小屋さんに行けて、なかなかないよ、こんだけ。いや、なかなかないっす。ほぼの山小屋に行けるからね。はい、あ、今沼もね。いや、俺も一軒だけしか行けませんっていうふうになったらちょっと寂しいですもんね。そうそうなると、なんかちょっとね、やっぱなんかこうただ担いでるだけだし、まあ、担いでるのは悪くないんだけど、うん、いや、気分は違いますよ。そう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 、あ、今日あの山小屋だとかみんな違うから、なんかあのやっぱいい、ね、感覚が違う。はい、そうそう、体の、ね、感じも違うし、体の感じも違うですね。気分的なあれもあるし、ね、はい、まあ、そういうのあるんだけど、あとそこっすね。ここなんだろうね。なんでここいつもやってるの？いや、ここ毎年悪くなる。そこ上引っかかるじゃん。そう、上引っかかる。で、こっちはこんなで。毎年。で、この板張るんすよ。そう、あんまり行きたくないんだけどさ。板張るとまた壊れるんすよ。壊れるよね。壊れてる板がこちらです、みたいな。これです。毎年、なんでここもやってくんないかなっていつも思うんだけど。管理者が違うんかな。管理者ってことかね。その川だからかな。橋の管理が違うってこと。じゃあまあ俺が直そうかな。あ、9時半になってしまったっすね。もう10時間になってんじゃないかな。あ、本当っすか。これ全然時間考えずに歩いてたわ。だって9時ぐらい、8時ぐらいだったけどね、上でさ。確かに。で、あそこでだいぶ喋っちゃったかな。今9時半。あいつらは行ったっすか。いないよね。いないっすね。俺もう今日蜂があるんで。あっちも忙しくなってきましたよ。まあでも、お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。はい、俺はここでおしまいです。行きました。ちょっと酸素。荷物背負ってきました。で、今帰り道なんですけど、結構大勢人来てますね。ジャパニーズポーター見ている人も、ジャパニーズポーターの T シャツ着てる人も結構いるんで嬉しいなって思ってるし、あとは関係者の方と結構今話、挨拶がまた今シーズンもお願いしますという感じでできてたんで、よかったなって思います。いやー、本当にみんなと話していると、進めません。大変嬉しい限りです。まあ始まったんでね、やっぱり最初挨拶するじゃないですか。今年もよろしくお願いしますっていうね。それでやっぱりいろんな話をね、各関係者の方たちともたくさんするんで、そこでね、情報共有とか、今年はこんな感じですねとか、今はこういう感じですねとかっていうことをこう、お互いの思っていることを話し合うっていうのがやっぱすごく大事だと思うんですよね。その中でこう、いろんな視点やいろんな角度でお届けしているっていうところで、
皆さんにもそれを見てもらって感じてもらって、でそれぞれのそういう心の中までこう見られてんのかな、わからんすけど。なのでね、まあ、体調も、まあ、身も心もこう整えながら、この大自然の尾瀬っていうところでね仕事ができるってもうめちゃめちゃ最高なんで、まあ、しっかりとまた自分っていうのをこう磨けるようにね、尾瀬にいろいろ教わっていこうかなと思っています。ぜひねジャパニーズウォーター尾瀬の牧歌 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価をお願いします。これからねますますパワーアップしたジャパニーズウォーターが届けられるかなと思うんで、ね、まあ、俺自身がワクワクしてるんで、皆さんも期待しててほしいなって思います。お疲れ様でした。鳩町峠のお土産屋さん、すごいですねこれ。オズのぼっかさん、この、あ、今度ノート持ってきます、うん、すごいですね、バッジも。あーすごいですね、ありがとうございます。こんなのに、あ、で T シャツもサンプルで、そう、あ、嬉しいです。あ、いいっすね、やっぱサンプルがあった方がいいっすね、うん、あ、看板も設置してくれて、わ、ありがとうございます。皆さん、鳩町峠で来た時にはぜひお土産見てってください。自分たちだけじゃなくていろんな商品がこうやってあるので、この手ぬぐいとかも超かわいいですね。小瀬沼山荘、東電小屋、私物山荘、じゃあ鹿川商品、ぜひ遊びに来てください。